はい、レオンチャンネルです。今、魂ネーション東京で6月25日から7月25日まで、祝 GX100 超合金魂100体突破記念特集展示というのが始まっておりますので、早速見てきましたから、じっくり一緒に確認しましょう。というか、ちょっと注意事項があって、これ今週末の7月4日までは、これ2階でメイン展示があるんですが、その2階に上がるためには事前に予約が必要なので、下にリンクが貼っておきますけど、それだけ来店の際はご注意ください。で、まず入り口入ると、なんか基地っぽい雰囲気になってて、床とかが、いつもの TNT とはだいぶ見た目が変わってる上に、大空魔竜とかがさ、超巨大サイズで展示されてて、その、目の前に100体目の GX シリーズ超合金の新作のガイキングが展示されてると。ガイキング超合金化するのってもう3回目ぐらいだっけ？ただ、大空魔竜もこれまで商品化されてましたけど、今回はこのロボ側のスケールに合わせて超でかいサイズになってて、これ8万円ぐらいするんだけど、音声が鳴りまくるんですよね。すごいっすね。もうアニメとかのプロポーション余裕で超えてて、ゲームとかで登場するスパロボとかで最新のプロポーションにアップデートされてるって感じ。で、今回イベント限定のこういうスリーブもあって、マジンガーとグレートマジンガーの超合金の箱にはめられるスリーブがもらえるそうです。特製スリーブプレゼント、超合金って書いてある T シャツだったりとか、キーホルダーだったり、超合金のマジンガーとかグレートマジンガー買うともらえますよと、本買っても OK みたいです。結構対象商品は多岐にわたる感じでしたが、これスリーブをはめることで、昔の初期の頃の超合金魂っぽいパッケージになるんですよね。これが TNT 限定のアイテムですね。僕も持っておりますが、それにはめるとレトロ感が出ると。この辺に対象商品がずらずらーと並んでて、グレートマジンガーかマジンガーかどっちか選ぶ感じだったかな。でもキーホルダーを買ってももらえるとかってなかなか良心的じゃない？はい、裏側見るとこうで、上側とかもしっかり、ほらパッケージの見た目がだいぶ変わりますよね。スリーブなんですけど、なんで箱に横からね、サクッとはめれば、こういうようなレトロなビジュアルが完成しますよ、と。これが今回のイベントの特製プレゼントですね。で、2階に上がると、超合金魂コンプリート100っていう看板があって、歴代の商品がずらーっと名前書いてありますし、2階の展示はこんな感じで、いつもとショーケース越しなんだけども、剥き出しの歴代超合金がほぼ番号順に並んでるって感じですね。1997年からスタートだって。で、スーパーロボット関連ね、マジンガー、グレートマジンガー、コンバトラー V、ボスボロットとか、ダイヤなんとか、この辺とかもう僕はスーパーロボット対戦で、おなじみって感じかな、シューリーとかね、やってくれますよね。で、あとは、エヴァとか、これ、あ、取るの間違えちゃったって言って下にずらしてますね。で、グレンダイザーに、これが一発目のガイキングか。これ見るとさ、やっぱさっきの大空魔竜がいかに大きいかがわかりますよね。でもこれはこれでいいんだよな。情報量多めで。で、こうやって縦看板があるところが、ブレイクスルーが起きたところ。こういうようなコンセプトが歴史の中でちょいちょいいろいろ変わってますよと。でもエヴァ関連は結構充実して発売してるんだよな。で、ゲッターロボは変形とかではなくって3体1セットかな。当時これで1万数千円とかじゃなかったっけ。マジンガー関連もね、ほんと何度も商品化されてるから、超合金は。僕はね、黒金仕上げのマジンガーをめっちゃ気に入ってます。新しい DC のマジンガーとかも持ってますけど、やっぱ黒金が好きかな。拳に変形する、ロケットパンチに変形する新マジンガーとかもいいけどね。
そしてゲッター関連もゲッタードラゴンとかゲッターライガーなんかも、やっぱこの辺はもうプロポーションやっぱ今見るとレトロ感あるね。まあでももう20年近く前になるのかな。そしてエヴァンゲリオンの4号機、さらにザンボット3。これ後にさ、ザンボエースだけが単体で発売されて、それめっちゃ気に入ってる。で、鉄人28号を、これなんか、ちょっと汚し加工っぽい感じが、かっこいいな。僕も超合金魂って、そう数持ってないからね、10体ぐらいかな。まあ、この辺の敵キャラ系だったりとか、ガイキング。これは大空魔竜がついてきてないバージョンだっけ？があったり、ザブングルね。で、下に行くと、バトルフィーバーロボ。これも超合金魂で発売されておりましたし、ボルテス5もすごいやつが、去年だったっけ？一昨年だったっけ？発売したよね。で、ゴールドライタン。レオパルドンとか最近再販したからなんか、最新アイテム感あるけど、これも結構前のやつですね、初版は。で、ガンバスター、変形するやつ。ガンバスターはね、SMP が、ようやく最近開始になって、あれが変形オミとされているけど、プロポーションがすごそうなので、あれ楽しみだな。で、ゴッドマーズ、ゴッドマーズ、超気に入ってます。僕2種類持ってるかな。なんか色が、当時の玩具カラーと、この通常カラーと2つ持ってますね。で、ライディーン。これライディーンさ、デラックスセットだったっけ？この石像みたいなやつが、つくやつが、つくバージョンとつかないバージョンが確かありましたよね。で、鉄人28号を、ダイモス。ダイモスはあの FA、フルアクションの方を持っております。で、鋼鉄ジーグじゃなくて、鋼鉄シンの方だね、こっちは。鋼鉄シンジーグで、キングジョーの変形するやつ。もう、とにかく数が多いっすよ。で、イデオンか。あとは、ウォーカー・ギャリア。この辺も個人的には、スパロボで使ってるイメージ。で、アイアンギアだったっけ？巨大アイテムなんかもあります。これなんかよく中古ショップに大きい箱で並んでるイメージ。バイカンフーね。バイカンフーもいいっすよね。これも何度かリニューアルされてるっけ？ちょっと。僕もバイカンフー持ってるな。そして、マジンガーでしょ？ダイゼンガーだって、スパロボ OG 関連ね。オリジナルジェネレーションも本当面白いっすよね。大ゼンガーも情報量すごいけど、この鎧武者みたいな造形になってて。そしてワンピース関連があったり、この辺は戦艦系ですね。あとはダイターン3もオプション多いな。この辺は持ってないけど。で、トライダー G7 も、ミニプラがね、スーパーミニプラだったっけ？すごい評価が高かったですね。で、アルカディア号を、マジンガーの DCE。今、新しい DCE 出てますよね。で、ガオガイガーこれ持ってます。で、僕、ゴルディーマーグ持ってないんだよな、なぜか。はい、ゴルディーマーグ。そして大獣神ね。これめちゃくちゃかっこいいっすよね。超気に入ってる。さらにゴライオン。ゴライオンもあれだっけ？リニューアルされたよね。リニューアルされたバージョンを僕は持ってるのかな。で、さっき、あ、グレートマジンガーかみたいなやつで、これは DC のゲッター1か。で、マジンカイザー。ああ。グレンダイザーのこの UFO ロボセットすごいっすよね。で、上に行って、ジプシーか。そしてドラゴンシーザー。で、合体状態からの、はい、キングブラキオン。これもね、めちゃくちゃほんとでかいんですよね。
で、この戦艦機よくわかんないな。ヤマトとかなのかな。ナディアの、あ、これだ。ノーチラス号なんかも展示されてましたし、なんかここに来てナディアすごい最近押されてるのは何だろう。再放送とかやってるんだっけ。ナディア関連の商品めちゃ出ますよね。そしてボルテス5の FA、フルアクションは変形しないやつね。エネルガーとかビッグオー、あ、これ持ってるやつはシンマジンガー Z。これね、変形が面白いんすよ。で、宇宙戦艦ヤマト、アンドロメダ、ゴッドシグマ。この辺まで来るともう新しく感じるかな。ダルタニアスとかも、あれ最近再販されたんだっけ？普通に売ってるもんね。今のやつはでもちょっとリニューアル、色が変わってるやつだったかな。で、ダイタン3とか、これ後ろのさ、ゲッタードラゴン、これ手前のやつは持ってんだけど、ゲッタードラゴン、これ欲しかったんすよ。これ欲しかったんだけど、もうこれ手に入んないし、売ってないんだよね、ほんと探しても。で、飛びかげ。まあ、あとは飛びかげは、スーパーミニプラでもね、盛り上がってましたよね。そして、大王者。この辺はピンとこないけど、造形のこの割り切り感がかっこいい。ダンガードエースとかもこの辺もピンとこないな。で、これ気に入ってるやつ、ザンボエース。ザンボエースだけが、ザンボエースだけにフィーチャーされた超合金魂が出てて、これね、オプションパーツが超豊富で、すげえいいんすよ、遊びやすくって意外と。で、ダイタン3の FA、フルアクションの変形しないやつね。アクションに特化してるやつね。ダイモスとかも発売してるし。FA シリーズもでも、なんだかんだでちゃんと続いてますよね。そして、ゲッターエンペラー。これ変形、なんか欲しいなと思ってるけど、これ変形合体が超複雑みたいで、買っても遊ぶことないかなと思って買わなかったんだよな。ダイラガーでしょ？やっぱここまで来るともう造形とかしっかり、よりしっかりしてて、最近の玩具って感じ。で、コンバトラ V の FA。やっぱ変形型するやつとプロポーションがだいぶ変わっちゃってるので、この辺は好み分かれますよね。で、ブラックウィング。これも色なんだかんだで言われてましたけど、一応これがちゃんとアニメ準拠の色なんですよね。あ、そしてダンクーガとの合体状態はこうで。あとは最新系も展示されておりました。ゴーディアンとか、ゲッターロボゴーとかもそうですね。最新系の超合金魂ですね。超合金はそんなところで、下に降りると、ロボット魂だったりとか、ジャスティスガンダム、あとはレッドウォーリアーなんかも展示されておりました。これも楽しみですね。プロプリカのソウルジェムグリフシード。ということで、超合金魂が GX ナンバー100まで行って、特別展示が開催されておりますので、まあ実際はなんかリニューアルカラーバージョンだったりとか、外伝みたいなやつもいっぱい出てますから、厳密に言うと何種類、多分何十種類あるんですよね。そのあたりの詳しい情報も概要欄にリンクを貼っておきますので、詳細はそちらからご確認ください。以上、魂ネーション東京で開催されている GX100 超合金魂100体突破記念特集展示を見てきましたよっていう動画でした。